アンシバンは韓国の元プロ野球選手。威力あるストレートを武器に2005年から中継ぎとして活躍してきた。2010年にはアジア競技大会の野球韓国代表に選出された。この大会では韓国の優勝により兵器免除の恩恵を受けた。2011年には主にリリーフで自己最多の11勝を記録し、韓国シリーズ優勝に貢献した。 2012年、2013年も右の中継ぎのリリーフとして活躍し三世の韓国シリーズ3連覇に貢献した。2013年11月18日、アジアシリーズ2013準決勝のキャンベラ・キャバルリー戦ではジャック・マーフィーに本塁打を打たれ敗戦投手となった。2014年オフ、FA を行使し4年契約でサムスンに残留した。 2015年は、当時の韓国プロ野球新記録のシーズン37、ホールド、個人通算発の150ホールドを達成。同年10月7日、第1回、WBSC プレミア12の韓国代表選手28名に、選出されたことが発表された。だが10月25日、個人的問題により、 プレミア12韓国代表から外れただけでなく、同年の韓国シリーズにも出場しなかった。2016年は4月上旬から、レギュラーシーズンの試合に出場していた。だが7月に不法賭博のインターネットサイトの開設と、経営に関わっていた容疑により、司法当局から捜査を受けたことが明らかになり、7月21日にサムスンから契約解除された。 さらに久保から無期限参加活動停止処分を受け、プロ野球選手として、試合に出場することは元より練習に参加する、ことさえできなくなった。その後起訴され、2018年4月20日に、手口方法院は、懲役6ヶ月、執行猶予1年6ヶ月、80時間の社会奉仕活動を宣告した。以降は前述の罰により、引退状態である。 マウンドに上がる際、唾が斜めになった帽子をかぶるのが特徴的だったが、2015年の個人的問題が発覚したことで、2016年はそのような帽子のかぶり方をしなくなっていた。ありがとうございます。